が20年近く叶えられていなかった夢を叶えに行ってきます。2人の歌っていうのは必ず生で歌ってるのは聞いてみたいなっていうのは思ってましたね。まあ、しゅんちゃんがエグザイルを脱退しますというような話になってですね、当時もうひどく絶望したのを覚えてます。感情が高ぶってますね。なんか本当油断したら泣きそうだし、してた。